青春。はい、皆さんこんにちは、ノルマグのノルと。こんにちは、ハノボノです。映えるゲスト、どうぞ。吉田凛音です。山田凛香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうキラキラですね、本当に。もう目が開かないぐらいキラキラしてたんですけども、今回ですね、ホームが本当に今日夢のようで、もう嬉しいです。ありがとうございます。作る時もどうやって言ったか置いて、まだ我慢ドキドキでしたね。あの撮影中にね、ちょっとなんだかあの喉から振動が出ますので、今回ですね、お二人双子コールでご登場いただきましたんですけれども、今回ですね、まあ、あるあれがあれでして、まあ、あのほのぼのとりんかちゃん、りんねちゃんで双子コールをねしていきたいと思います。こちらギャラクシーさん、めっちゃ可愛いお洋服がいっぱいで、ほんと原宿もりもりなのでね、このパブっているですか、お洋服もねギャラクシーさんのやつが多いので、ほぼほぼもね、あの原宿通いが激しいので、全然原宿してないね。原宿満載のあれがあれなのでね。よろしくお願いします。お願いします。ヌヌト先生という映画。青春。青春。ちょっとね、緊張してて滑舌がちょっとおかしくなってるんですけど。ヌヌト先生にご出演されてるお二人さん、あの映画のメインが原宿なんですよね。はい、そうなんですよ。今回双子のこのインパクトがある、うん、コーディネートをぜひお二人にも、うん、私たちが組んだコーディネートを着ていただきたいなって思うので、嬉しい、嬉しい、選んでもらっていいですか。ぜひぜひぜひ、じゃあ早速選ぶか、選びましょう。イエーイ、イエーイ。すごい綺麗な黒髪ロングだから、何がいい、どうしよう、これ可愛いじゃん、ね、可愛い。それもさ、なんかダブルしたズボンとかの感じな。でもさ、これも可愛くない？こう似合いそう。あー、似合いそう、すごく似合いそう。似合いそう。結構、可愛いの方だよね。うん、派手なの。お姉さんの感じ。うん、そうだね。でも、この中になんかしなきゃいけないからさ。これ、これのみね。やばい。T シャツあるかな。なんかこれ、このセットアップだとつまんないからさ、なんかこれとこれとか、あー、え、かわいいと思う、かわいいと思う。めちゃめちゃギャラクシーボスなんで、ね、ギャラクシーボスね、ブルーに、かわいくない、こんな感じで。え、それかわいい、こんな極めたいことございますね。黄色いパンツみたいな、かっこいいじゃん、かわいい、色違い、なんか全部シミラーって言うのなんかわかんないけど、あ、でも黄色いどっちかな、なんかどっちの色がいいかな。お姉ちゃん赤じゃない、お姉さんと一緒に、はい、着目はこんな感じでちょっと着てもらいたいと思います。せーの、大きいですね。大きいです。でも似合ってるけど、見てもらいたいね。ダイエットしたみたいで、ワンパターン目ってことで、お、じゃあ2パターン目こちらで、はい、お、はい、これの中に、ね、お、ちょっとここ開けていただいて、はい、感じで、お、次お願いします。はい、すごい、そのままで、はい、そのままで、はい、いい感じですね。交えた気がします、ね、いい感じ、いい感じ、いい感じ、かわいい、よき、じゃあ最後のこれです。お、かわいいめな、かわいいめな、
スポーティーだけど、うん、この T シャツ着てこのワンピースを行います。そうですね、はい、はい、はい、で一気にガラッと変わって可愛めに行きます。せーの、はい、こんな感じになりました。可愛い、可愛い感じになりましたね。ラブリー、ラブリーポップでございます。違う感じでね、可愛い系を着てみました。パステル系ですね。パステル系です、うん、今回こう3着着たんですけど、どれが一番良かったですかね。うん、2番は、おー、おー、おー、2番、やっぱ2番だな。あ、やっぱり2番時間が良かったんで2番で、2番、はい、じゃあ2番を着替えます。せーの、ダン。こんな感じで着替えたな。しっかり着ますね。でこれが1番可愛い、1番よく着きました。お似合いで、お帽子の方もおそろってにしましょう。せーの、ダン。はい、お揃ってになりました。みんなお揃ってる。ダブルヌヌコ。おお、今回こちらギャラクシーさんをですね、お借りして撮影させていただいたんですけれども、ギャラクシーさんといえば、はい、今私たちが着てるこのアウターと帽子は全部ギャラクシーさんのもので、はい、映画内で着てる衣装もギャラクシーさんのものがすごく多いんです。もうこれをね、このお店の一番初めのところ、これがあったんですけど、これも見た瞬間、はぁーってなりましたね。ハーモンもね、見させていただいたんですけども、あの、うつるしい、うつるしい行くので、あ、あ、あれ原宿のあれだとかね、めちゃくちゃ、うん、っていうか原宿行くんで、あそこだ、行ってるみたいなのがすごい多かったです。映画の見どころの方なんですけどね、私たち双子じゃないんですけど、双子のようなヌヌコっていう女の子のお話なんですけれども、夢に向かって頑張っていく中で、なんかぶつかったり衝突したりとかすることがあるんですけど、それをどうにか乗り越えようとしていく青春ムービーになってるので、ぜひ見てください。公開日は11月9日渋谷先行公開で、11月16日全国公開になります。ぜひ皆さん遊びに見に来てください。遊びに見に来てください。それでは映画の予告どうぞ。今日はですね、今大人気のお二人にお話を聞いていきたいと思います。ヌヌコのりなさんとあおいさんです。よろしく。なんか運命なんですよね、りなとは。あの子はもう君とは住む世界が全然違う。ヌヌコなんてそんなの一生できると思ってんの？時代がさ、追いついてないんだよね、私たちに。はい、見ていただきました。もうね、楽しみの前だと思います。ヌヌコのお二人さん、可愛いなと思ったヒート、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。ぜひギャラクシーさんにも遊びに来てください。あー、雨雨みたいになりますので、ぜひ今回のここで終わりなんですけれども、これまた別企画でお二人とですね、コラボいたしますので、そちらの動画楽しみにしてください。それでは、せーの、キャベバイバイちゃん、ハイサムです。ありがとうございます。もう顔が小さいこと見ます。はい、ありがとうございます。あなたも救い。